ワイルズの太刀はポー・ジーの太刀とそんなに似ているのか。ワイルズの太刀の使用、特に電気ゲージに関する動画をいくつか出したところ、ありがたいことにいくつかコメントをいただいて、その中にポーと同じじゃなくてよかったですねとか、ポー・ジーの悪夢再来かみたいなコメントがあって、ほぼアイスボーンからのモンハンしか知らないモンハン界隈では今時の若いもんの僕からすると、ワイルズが悪夢なはずなかろうと異議を強く唱えたいとともに、この歴戦のハンターたちは一体何に怯えてるのか気になってきて、コメントでも少し教えてもらいましたが、自分でも少し調べてきました。調べてきた項目がこちらで、これらを比較していこうと思います。コメントを見る感じ、赤ゲージの仕組みが似ているっぽいので、そこを中心に見ていきます。まずは電気ゲージ赤の時の攻撃倍率から。 4G はね、なんと 1.3 倍あるんですよ。この数値はすごく高いみたいで、歴代のモンハンシリーズの中でも一番高いらしいんです。これだけ見ればどこが悪夢なのかと言える倍率ではありますね。一方ワイルズでは 1.1 倍らしいです。これが本当なのであれば過去一低いことになります。どれぐらい低いのかというと、ほとんどのシリーズで黄色ゲージの攻撃倍率が 1.1 倍です。つまりワイルズの赤ゲージと他シリーズの黄色ゲージが同じ倍率ということになります。低いなぁとは思いますが、逆にそこまでしないと太刀という武器がぶっ壊れてしまうということなんでしょうね。次は赤ゲージがなくなるまでの時間、 4G は2分間になります。これも攻撃倍率と同じく、実はかなり優秀な成績らしく、いい表現をすれば他シリーズの中でもダントツの1位、どの作品と比べても約2倍の長さとなっております。ここまではかなり優遇されているような数値ですね。一方ワイルズでは時間は不明だけど、見切り切りを使うとむしろ減るっていう感じでした。過去のデータからするとワイルズも1分くらいかもしれませんね。次は赤ゲージの回復方法なんですが、この仕様が 4G とワイルズの似ている要素の一つだと思います。そもそも僕の認識では、赤ゲージが減っても電気ゲージの色を上げる技を当てれば、鬼神大回転切りとかね、当てればまた赤ゲージが満タンの状態になるという認識でした。 4G およびワイルズではそこが違っていて、 4G では大回転切りを当てると10秒間延長で、赤ゲージの減少が10秒間止まるという仕様だったみたいです。対してワイルズは特定の攻撃を当てると赤ゲージが少し回復するという仕様でした。時間にすると10秒分かもしれませんが、ゲージが少し増えるという感じでしたね。次も気になっているハンターさんが多かったんですが、赤ゲージがなくなるとどうなるのか。 4G がなんと無色まで落ちる。これ初めて聞いた時衝撃的すぎて痺れましたね。ランゴスタに刺された時ぐらい。これも次も開きますが、まだね、無色になっても赤ゲージにしやすければ大丈夫そうって思ったんですが、大問題です。鬼神大回転切りしか方法なくて、その大回転切りへの派生も鬼神切りのコンボしかなく絶望的でした。コメントで心配してたのは、こういう過去があったからなんだなと理解できましたね。でもそういう過酷な過去があったからこそ今があります。ワイルズでは赤ゲージがなくなっても黄色に落ちるだけです。一応白ゲージに落ちる技もあったりします。でもそこも安心してください、ゲージ回収方法めちゃめちゃあります。しかも直近2作品はカウンターでのゲージ回収が多かったので、そこが難しくて苦手な方もいたと思うんです。ワイルズでは集中モードや鬼神ためなどカウンターをしなくてもいい技が増えてます。なのでワイルズから始めるハンターさんも、歴史が繰り返されるのではないかと心配なハンターさんも、快適に楽しく使えるんじゃないかと思ってます。という感じでいくつか比較してみましたが、いかがでしたか？安心してワイルズの太刀を迎えられそうですか？安心できたら高評価だけでもお願いします。それでは今後も良きハンティングライフを。またね。